はい、どうも44です。 FC24 イブラヒモビッチ、続きやっていきたいと思います。さて、前回の続きの前にですね、ご報告があります。なんと44チャンネル登録者数が1000人を突破しました。また減るかもしれないですけどね、増えたり減ったりするんでどうなるか分かんないですけど、とりあえずね、今この撮影時点では1000人、ちょうど1000人来ました。こんなね、普通のチャンネルにね、登録していただいてありがとうございます。なんか YouTuber みたいにね、1000人登録やったーみたいな動画はあげません。普通に今まで通りやっていきたいと思います。ていうことで、いや本当はなんかやろうとしたんだよけどね、1000人で何やるっていうね、特に思い浮かばなかったんで、思い浮かんだらやるかなって感じですかね。なんか企画を、はい、そんな感じで。 FC ね25も、10月かなにもう発売日決定しまして、動画もねもう上がってますね。プレイ動画今んとこ、なんだキャリアモード、確かね、何だったっけ、選手の特徴みたいな、ウィールみたいね、そんなもんが増えそうな、戦術によってハマる人とハマらない人がいるっぽい感じの、あと細かい戦術で決めれそうだよね、そんな感じの動画が上がってました。より難しくなりそうな感じはしますけど、はい、ってことでいっちゃいますか。ちょっとパソコンがね今相当悲鳴を上げていまして、相当ね最近もうガタが来てるんで、相当ねカクついちゃうんですけど、申し訳ないですけど、その辺もね変えていきたいんだよな、パソコン。でもね、ずっと悩んでる。もう1、2年ずっと悩んでますね、どれ買っていいか。あと無駄にでかいでしょ、無駄にでかいし、モニターもなんかね増やさなきゃいけないし、非常にね悩んでいます。ってことで早速いっちゃいますか。前回ね、この辺リバプールまで飛ばすって言っちゃったけど、やめました。シェフィールドユナイテッド戦だけ 2-0 で勝ちまして、で今日はガラパオのニューカッスル戦、これやっていきたいと思います。通知何故障、あチアゴシウバー、そうなんだ、5日間の離脱、了解です。 OK 行きましょう。あスキルレベル上がってんね、全然先進まんやんけっつって。ちょっとやっぱね、すぐね前線にパス出してくるんで、パスはね上げれるだけ上げときたいなってちょっと思ったんだよね。でも下手なのは変わりないんだよな。これでショートパス3、ロングパス、ショートパス、これいくか。ロングパスいらないけどね。でもこの道を通らなきゃいけないのか。これでじゃパス上げたところでなんだよな、正直。いきます。はい、今日はチクエメカがトップした右に窓行け、ラビアがボランチに入ってます。でチアゴシウバーが怪我で、コロウィルが代わりに入っていると。 OK 行くぞ。これだけの応援も背に受け、ピッチの上の選手たちも徐々に集中力を高めていっていることでしょう。枠内シュートさん、敗戦回避、素晴らしいパフォーマンスを見せてくれるはずです。枠内シュートさんも打てるかな、打つ機会あるかな。待っているのでしょうか、勝者となるのはどちらか。行ってみよう。 TV でご覧ください。ちょっと待ってよ、ずっとね変更度が高負荷ですって表示されてるから結構やばいな。ちょっと待って、ういっす。ちょっとね画質を落としちゃいましたね。ただでさえ画質悪いのに、車内ジェームズパークから行くぞ。ゲームをお送りします。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西隆さんをお迎えしています。 EFL カップの準々決勝、さあニューカッスルユナイテッドがチェルシーと戦います。ますます面白くなりそうです。この前のシェフィールド戦もだいぶ苦戦したんだよな。こちらがニューカッスルユナイテッドの後半80分ぐらいまで0点だったんだね。一般的な433です。ですタックルです。これがチャンス、決まった、先制ゴール。ひどい、プレスがよく効いていましたね。なんじゃそら、ボールを取り返してからゴールにつなげるまでのボケとしすぎだろ。舐めてます。ラビア、なになにこれ、そういう流れ。ラヒームスターリング出さない。シュートまで持っていきたい。
いただきます。ウィス。いいですね。直後に追いつきました。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。いいぞ。早いうちに点取り返せた。ブルーのギマランス。止めません。プレーは続いています。ニューカッスルそのまま行きます。前を向いてアタッキングサードにボールを運びます。ここからどう得点につなげるか。何それ。さあ行きましょう。最近気づいたんだよね。自分がね微妙にパスもらえる位置にいるとすぐパス出してきちゃうのこいつら。ビス。また決めたかと思った。あんな感じで。これは入りません。さあボールを蹴った。これはコースを狙いだ。プレイヤーにね忖度してくるんで。パスがね欲しくないときはねパスもらいづらい位置にいた方が。いいプレーしてくれる。ボールをダッシュ。スーパースしてくれるしょ、こうやって。見事なテクニックで突破してきました。入ったゴール。この選手がまた決めました。ズラタンのスピードを一切上げてないんだけどね。コンピューターが基本的にね、ディフェンスラインボケっとしてんだよね。こんな距離を走られる前に。それはこっちも同じなんだけど。2分です。よし。出してくるよね。イブラヒモビッチ。ホリア、ホリア、ボールを前へ、ドリア、ダメか。キーパーが止めた。得点ならず。前半終了を告げるホイッスル。枠内シュート4本以上打たなかったんだよな。そういや、あ、3本打ってるね。もう強化目標5だから、さあ後半のあと2本いけそうだね。休憩です。ポジションが悪いって怒られるけど。ここです。マットタイム。ナイス。これはナイスタックル。これはいいんじゃない。よし。味方を使います。素晴らしいパス。ういっすー。3点目。もうどうしたって止まりません。決めちゃいます。これでもう3点目ですか。ゴールを量産しています。乗っているのでさらに得点を狙ってくるんじゃないでしょうか。こうなると止められないよ。マドゥエキに変えてエンソフェルナンデス。誰をサイドに。エンソフェルナンデスサイド。そのまま入る。そんな感じだね。おい、真ん中空いてるよ。これね、この現象。これは見事なセーブです。キーパーがよく見ました。ラインに並ばれるまで走んねんだよ、センターバックが。キーパーの好セーブに救われた。ここは選手を変えるようです。はい。ディフェンダーにクリアされました。逃げるアルビロ。取れないですか。ボールをドリブルで運んでいます。ブルーのギマライス。取れないですか、それ。素晴らしいセーブでピンチを逃れました。はい、さあ、チェルシーの選手の動きが激しい。いいボールが出ました。ごめん。パスでも良かったかな。ラヒームスターリング。オッケー。裏を狙う。ティア。無理か。パスでも良かったか。枠を捉えきれません。取れない。ボールを前に運びます。危ないぞ。なんか見事なセーブ。ピンチを救います。1点差に詰め寄れます。久々のテレフェイティング。見てなかった。ずっとエンクンクチクエメカって表示が消えてないんだけど、さっきからバグってやつ。残り時間は15分です。絶対バグだよね。流します。ニューカッスルに対して何対何かも分からんし、もう絶対バグじゃん。年ブルーのギマラインス。ジェームズ。いいよ。クリストファー・エンクンク。どうする。いやいやいや、もう精度を
か相手のウィングとレベルが違いすぎるんだけど、マジで。すごいムカつく。え、何それ。サポートを使う。一人で行く。うわー、ダメか。ディフェンスの見事なブロック。パスはね、パスは信頼できないまだ。エンソフェルナンデス。いいぞ。クリストファー。うち短いよ、短いよ。シュート打ててないんじゃない、まだ怖くない。取れるっしょ。ナイス。おい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 、危なっかしすぎるよ。さっさと前に出せよ。ここでチルウェル。オッケーオッケー。試合終了のホイッスル。アウェーチームが次のラウンドに。おお、ハットトリック。全部俺様だったか。どうもです。全目標達成ですね。アクティビティ、トーナメントで勝利、エゴイストポイント、クリスマス、エゴイストポイント、オッケー。ついでに買い物してくか。もう1個しかないじゃん。全部買い尽くした。自宅にプールを作る。いっす。さあ、ウルブス戦。超レベル上がった。パスいっとく？どうなんだろうな。まあ、パスいっとくか。ポストプレイできるように。一応ね。あと1。ロングパスいらんもんな。バランス、コントロール。いっか。コントロールにしよっか。フィジカルもありだけど。フィジカルにしよっか。OK。さらに強靭になった。ズラタン、めっちゃ疲れてる。さあ、今日はギャラがトップした。右にパーマ、チアゴシーは復活してると。で、左サイドバックはククレジャ。よし、行きましょう。ボコボコしてこう。オフェンスパス。ウーキー。サッカーファンの皆さん、こんにちは。モリニュースタジアムへようこそ。なかなか面白い顔ですね。そういや、どういう試合になるか。伊藤博樹ね、骨折しちゃったんだよね、プレシーズンマッチで。これリアルな話ね。めちゃくちゃもったいないよね、本当に。3ヶ月、4ヶ月ぐらい離脱っていう話。こちらがチェルシーの先発メンバーです。どんだけキープ力あるんだよ、こいつら。ずるくねえか。慎重にボールを動かしています。秒で取られるのよ、こっちは。でカットした。ナイスですね。環境に影響されず。お、シュートチャンス。うわ、危ねえ。キーパーが止めた。打たれてんのがいい。ここはクリアでしのぎます。お、ナイス。いやー、どうする、いけるかな。裏も見えていたのか。誰、ギャラガーか。 OK、 いただきます。決めれば勝ち越しです。バカ。まだ攻撃が続きそうです。これは入らない。いやー、マジか。決まると思いましたが、運がなかったですね。パスするべきだったかな。さっきのチャンスはセーブした相手キーパーを褒めた方がいいでしょうね。ちょっと信用できないんだよな、パス上げたものの。しかし、攻撃に攻めていますから。ちょっとネット早すぎない、それ。時間の問題かもしれません。さあ、これをきっかけにして攻めていけるでしょうか。ズラタン疲れてるから、あんまり動かんとこ。じっくりとパスを回しています。ゴールをこじ開け、均衡を破って。うますぎるんだって。タックルで相手のチャンスを潰しました。フライパスの要求なんだよ。ポゼッションは相手チーム。パルマ、ボールをドリブルで運びます。お、いいね。さあ、リードできるか。よしよし。キーパー見事に止めた。レス。オリア。うまくかわしました。勝ち越しゴールなるか。オリア。ほら。ディフェンスの見事なブロックです。ちょっと無理やりすぎたね。
エティハドスタジアムで行われている試合でいいじゃん。スコアが動いたようです。はい、いけ。いやマジですか。スコアを記録したのはグリーリッシュ。相手ディフェンダーのミスを。いいパス出したのに。冷静に。いいよ。ブラヒモビッチ。おら。は。ダメか。ここはクリアします。よつなげよう。バカな。信じらんねえなマジで。そうサイドバックの動きマジで信じらんねえ。ウルバーハンプトン、ここはサイドのスペースを使ってきます。惜しい場面でしたが、相手のディフェンスに阻まれました。よしこれ残り1分攻めよう。残り1分。残り1分。アクセルディサシ。やる気ねえな。レフェリーの笛とともに前半が終了。ハーフタイムです。オッケー。気を取り直して。スーパースガスだった。監督から何か指示が出ているでしょうか。先日の変更にも注目です。先日の変更したの？教えてくれないと困るけど。ウルバーハンプトンのボールです。ボールをうまくキープします。いいよ。中盤で取れるのはいい。スターリング。からのね、ディフェンスが意外と硬いっていうね。一度自陣に引いて守りを固めています。そうなんだよね。OK。しっかり見えています。いや無理だったか。このピンチをタックルで防ぎました。別の方法を探せって言われた。ないです。カウンターを狙っても面白そうです。いいパスするよねそっちは。これはいいところに通ってきました。ここはクリアされました。さあ行きますか。パルマ。スターリングに渡った。いや違うな。いやギャラガーに出したんだけど。ここでインターセプト。ナイスカットです。ボールを前に運んでいく。絶対入るこれ。このまま行きたい。おっし、危ね。1対1でしたが入りません。ひどいディフェンスだったな今。ここは冷静になるべきだったと思います。ロンドンスタジアムで行われている試合でスコアが動いたようです。お、いいね。2ゴール目が。ここは打てない。合わないか。ボールを取り返します。ちょっとパス。読んでいました。ペナルティエリアに入った。危ない。ヘディングはキーパーがセーブ。交代のリスク。簡単にはゴールを破らせてくれませんね。点取れるのか俺以外のやつが。データを見ればチャンスを生み出せていないことが。ジャクソンじゃ無理だ。勝利の期待に応えるためにももう少し積極的に攻めるべきですね。そのためにもボールを取り返して攻めに転じたいところでしょう。パルマ。よし。ここから中央に向かいます。ドリア枠に行っていましたがディフェンダーが。ディフェンダー多いな。2点目のゴールがマンチェスターシティに生まれました。からパス出すやついねんだよな。グリーリッシュ本日2点目です。ボールがディフレクトしキーパーはどうすることもできませんでした。現在スコアは2対0。おー71分を過ぎたところです。おしミスったぞ相手が。ここでボールロスト。サリング。ボールが前に置いてる。あー惜しい。素晴らしいセーブを見せた。反応しましたね。短いのし。おっと。まさかの。あんまりそういうつもりじゃなかったんだけど。時間はまだありますが、どうしても焦ってしまうでしょう。思ったより長いの来たからシュート行ったら入った。リプレイを見てみましょう。ロスボールの先には味方の選手がいます。うまく頭で合わせてフィニッシュ。ナイス。反応でしたね。素晴らしい。セメドに渡った。おい取れない。これはチャンス。ウルブスがボールを受け、OK、ドリアイブラヒモビッチ。マジか。キーパーが試合を面白くしています。から送ろうとしているでしょうね。ウイナイス。いけるいける。試合も残すところ5分。スコアは現在1点差です。狙い通りのクロスでしょう。いやマジですか。ちょっと俺じゃなくてもいいんだけど。パルマ。ここでエンクンク。はにゃー。見事なブロック。無理だよね。88分。まだ時間ある。集中して。時間のない中ウルブスは現在1点のビハインド。ゴールをこじ開けることができるでしょう。おー危ね。
戻ろうか。プレスが効いています。クリアクリアクリア、イッスカウンター、オラオラ、強靭なフィルカル、嘘でしょ、ここで止められます、上手すぎだろあれ。おいっす、ここでタイムアップです。危な、が見事に勝利し勝ち点3を手にしました。なんとか勝利、全目標達成。お、さらに解放されました。何にしましょう、ループの達人、トリッカー、グラウンダーとフリックスキルムーブ、フレア、ファンシーパスとシュートの精度、ロブスルーパス、スルーパスの精度、これあるとラストパスしやすいかもね。もうちょっとフレアンするわ。ウィス、オッケー。てことで今日はニューカッスルに 3-1、 グルブスに 1-0 で勝利と。今月は勝ち越し負けなしですね今んとこ。そしてこの辺クリスタルパレスとかルートンタウンは飛ばして、あれ、いきなりここにリバプール出てきた。ガラパーの準決勝か1月だけで3回リバプールと戦うんだけど、えぐ。はい、じゃあここのカップ戦いきますか、次回はね。ということで今日はこの辺にしておきたいと思います。あとね2ヶ月くらいかで新作出るんで、それまでには終わらせたいよね。あと顔を作るシリーズがね、やっぱり結構要望が多いんで、まあ、できる顔とできない顔やっぱりあって、まあ、基本的にはね日本人は難しいです、見せれない、なかなか日本人仕様にはねもともと作られてないんで結構厳しいけど、頑張ってやってます。なるべくね近いようにやってるけど、全然似ない時もいっぱいあります。全然似てないのにあげちゃうっていうね、それがあげた後にいつもね割と反省するんだけど、これ全然似てねえやん、消したいってなるけど消してないですなんで最近はね作って1日置くようにしてます。1日置いて次の日見て、あ似てるわって思うと、ギリ似てるわって思うとあげるようにしてます。なんで顔作るシリーズはねめちゃめちゃ時間かかります。はい、ってことで余分な話をいっぱいしましたけど、今日はこの辺にしておきたいと思います。ありがとうございました。本日は